アニャーナは、スペインバスク州、アラバ県のムニシピオ、クアドリーラでアニャーナ軍の中心地である。アラバ県の県とビトリアガステースからの距離は30キロメートル。1997年までの自治体の公式名は、サリーナスでアニャナ。サリーナスでアニャナ地区と、アティエガ地区の2地区からなる。サリーナスでアニャナ地区は、塩田で知られており、かつて一旦は放棄されたものの、 近年になって復元されている。この町が初めて文献に登場するのは978年であり、その文献にはアンナナ,ナと表記されたが、984年の文献ではギーナナ,ナと表記された。当時から塩の採掘の中心地であり、スペイン語で塩田を意味するセレーナをつけたセレーナスデアーノナという名称でも呼ばれるようになった。1842年の国勢調査では、 アーノナと表記されたが、1857年から1990年代までの国勢調査でこの町は公式にセレーナスでアーノナと表記された。1997年の国勢調査では自治体の名称がアーノナとなったが、中心集落の名称はセレーナスでアーノナのままだった。復元されたエンデンサンタ、マリーアデビラコネス教会2億年以上前のこの地域は海であり、 地殻変動によって陸地となり塩分を含む地層が形成された。新石器時代から製塩業が行われていた。12世紀には120ヘクタールの傾斜丘領地を切り開いて木製の塩だ、塩の谷が築かれた。中世のアニアナは製塩所として繁栄し、1126年にはアラゴン王アルフォンソ一世によって町が設立された。1百四十年には レオン王アルフォンソ7世によって、フェロが与えられており、アニャーナハーラバ地方で最も古い町とされる。20世紀なば以降には塩田が放棄され、一度は廃墟となった。しかし、1984年6月17日には、塩の谷が重要文化財に指定されるなど、民族的価値や観光的価値が認められて修復が進んでいる。 2013年には69トンのミネラル塩と13トンのソルトフラワーを生産。売上は30万ユーロを超え、前年比で約40%増加した。17カ国に輸出され、輸出額は全体の25%を占めた。収益はすべて警告の復旧と保全に充てられる。2014年の第38回世界遺産委員会では、 バリエサラドでアニャナの文化的景観が審議対象となったが、完全性と申請性が十分に認められないとされ、国際記念物遺跡会議によって不登録が勧告され、審議前に推薦が取り下げられた。自治体の面積は21.92平方キロメートル。自治体としてのアニャナの中心地はサリーナスでアニャナである。塩田以外の見どころとしては、 テンプル騎士団にルーツを持ち13世紀から15世紀に建てされたサンタマリアでビレコネス教会、中世に建てられたオスピナスのパラシエガ邸、17世紀のバロック様式のエラン宮殿などがある。ありがとうございます。